ましたということで、ちょっと質疑応答させていただきます。今いろいろな話を聞いて、正直、自分自身も、沖縄で育ってきたんですが、わからないことだらけで本当今自分自身もちょっとびっくりしている状態なんですけど、やっぱこの話を聞いて、やっぱ危機感といろいろ生まれてきたり、心の中ではあるんですけど、実際こういう話を聞いた後、一人になった時にどういうことから始めきれるのか、やっぱ一人でやっていくにしてもやっぱ難しいことがいっぱいあると思うので、まあそういう一人でやっていくにして小さなことでもいいんで、どういうことがあるかとか、そういうちょっとアドバイスとかいただけたらありがたいなと思います。まず一つはですね、僕は日本の場合には皆さん人を信じすぎると思いますので、今日の私の話も含めてですね、本当かなということでですね、いろいろ調べてもらうということ大事だと思います。先ほど申し上げました客観的というのは、喋る人が客観的になる必要ないです。むしろその主観的な人たちの話を聞いて、それを自分がいろんな面から聞いて客観的に理解するということが大事ですので、まあ、そういう意味で真実を追求するということ、それに専念してもらいたい。今日本の場合にはこれだけの新聞の数があって、本当によくも売れるなと思いますね。みんな似たようなことばっかりですよ。ある時は17歳の犯罪だったら17歳の犯罪ばっかりあるし、また別の時には何かその、保険をかけて人を殺したらそればっかりやってる。でも世の中はそれだけじゃないと思いますよ。本当はそれぞれの新聞がもっといろんな違うことを言っててもいいし、で今私が言ったようなことについても、例えば中国の文献を読んでほしいです。中国の知っていることを一生懸命聞いてほしいです。そうするとその中に矛盾がいっぱいあるんですよ。今日だってですね、沖縄の独立支持って言いながら最後には我が中華民族、これはいらない我が中華民族の一員だって言ってるじゃないですか。どっちが本音ですか。そういうふうに考えればいいと思う。はい。ね、今ちょっとアドバイスとかいろいろ教えてもらったんですけど、やっぱ自分も沖縄で育ってきた割には沖縄のことも、ね、深く知ってるかって言われれば知ってないし、そのやっぱ自分自身やっていけることとして今思えたのは、やっぱ自分の、まあ、地元が好きなんで、地元の好きなことからでも一個ずつ深く知っていけば、また自分の道がやりたいことが見つかるかなと思うんで、ちょっとそこからスタートしたいと思います。もう一人の、アクタトです。よろしくお願いします。今最近自分も、自分はちょっと福岡の生まれで、こちら仕事でこちらの方にちょっと来てるんですけど、最近よくやっぱりテレビでもよく反日デモとか中国の問題といろいろ明記するんですけど、自分なりにもやっぱでも、まあ、要するに中国政府 の動きを見ていまして、で自分はやっぱり日本のちょっと国の動きはちょっとなかなか動きが対応が遅いっていうのがあるんですよ。もちろんこれから本当に言うと、もっともっと本当に日本の国の方がもっと早くっていうか、また取り返しがつかない状態で本当は動いてほしいんですよね。で自分はそれちょっとまあ前々からちょっと知ってます。なんとなくまあ他の人もいろんな人がやっぱ日本はちょっと動きがなかなかこう、なかなか足一歩前が出さないというか、そういうことをちょっとまあ聞いてましたし、で政府の方はそういうふうにいろいろするんですけど、やっぱ中国人の皆さんの方々は全員がそういう悪いというか失礼ですけど、まあ、そういうわけではないと思いますし、いろんな方はいると思いますし、まあ、日本でもやっぱり悪い人はいい人というか、まあ、人はいますし、その辺はちょっとどういうお考えか、お答えします。もちろんその中国人全員が悪いわけではありません。しかしその社会の仕組みというかですね、雰囲気、例えばですね、僕が日本に来た46年前、日本の社会では、こっちは分かりませんけど、埼玉ではですね、家に鍵をかける必要なかったんですよ。急にちょっと出かけても、隣にちょっと出かけてきますねっていうだけで済んだんです。そして
私なんかは家の中に入ってドア開けてから、こんばんは、誰もいないんですが、ごめんくださいと言ってましたんですよ。で、今、その日本がですね、20、30年鍵をかけて、そして隠しカメラをつけてもですね、まだ犯罪がいっぱい起きるんです。つまりその社会が変わっていくと、日本人全部が犯罪者ではないけど、そういう犯罪が起こしやすいようになっている。同じように中国の場合には、騙された方が悪いというような社会があれば、やっぱり騙してやらないと自分は損だと思うような社会の中に生きているから、そういう人が当然多くなるということは私はあると思います。で、日本のその政府の反応が遅いということに関しては、僕は日本だけがですね、自分たちに対していろんな手かせ、足かせをかけているんです。憲法第9条、第2項から始まってですね、何々三原則とか、全部、あるいはその日本はですね、APEC、あるいはその G8 なんかに出てもですね、すぐ日本だけが反旗をいっぱいこう自分でですね、受けてくるんです。ですので、例えば僕はですね、これからできるだけ、まず一つは何々三原則というものを全部取っ払うことです。それからもう一つは、例えば憲法第9条。憲法第9条をですね、すぐ改正できないんです。残念ながら、小泉さんの時にチャンスを逃しました。だけど、今できることは何かというと、2つあります。一つはですね、例えばその中国の方は、前回、漁船の船長さんを逮捕したとすぐ釈放してしまった。で、向こうはですね、日本の憲法第9条があるから、先に撃ってこないということは分かっているんです。そして日本の場合にはですね、元自衛官がいらっしゃいますけど、鉄砲の数よりも犯行の数が多いぐらいですね、手続きに時間がかかるんです。そういうことを全部分かっているんです。だから、今日本がやるべきこと、もう一つは、内閣の閣議で、自衛のために他の国、他の勢力が日本の領海、領空に入ってきたら撃ってもいいよという、ね、決議を出すべきですよ。そうすることだけでですね、もう相手は考えますよ、慎重に。今、水遊びみたいな放水かけられてもですね、せいぜい風邪がひくかもしれないけど、その死ぬようなことはないんですよ。これが2つ目。3つ目はですね、判断するための今、日本政府の偉い人たちは、情報を持ってないんです。かつての日本、例えばその戦前はですね、日本も一級の国としての情報諜報機関を持ってました。ですから私が今日本にいるのは、実はそのさっき申し上げました木村先生たち、日本の情報の人たちがですね、相手の国の言葉を勉強し、相手の国の文化を勉強し、相手の国の中に潜伏できるぐらいにですね、相手に成りすませるぐらいのことを勉強して入ったんですよ。今日本のそういう情報担当の人たちはみんなですね、専門家じゃないんです。その時その時の順繰りで、だいたいまあせいぜいですね、自衛隊の情報本部、外務省の情報局、内閣調査室、公安調査庁、警察外事部、みんなですね、トップは警察から、まあ、次どこかこう上に行くために一時的に来てる。ですから、あんまりその宣伝して、何かその相手の国に入って、問題になるようなことできないんですよ。公安調査庁にしてもですね、法務省から上の人が来て、2年間無事にさえ終わって、そうすれば次のポストに上がるからと思っているような人がトップになっているんです。だから本当にその職に一晩でですね、情報の専門家になりませんから、そういう人たち育ててない。それから日本の場合にはですね、内閣官房機密費というのは一応官房長官のもとにあるんです。あるんですけど、今まで何使ってきたかというと、よくわかりませんが、元官房長官の経験者たちの話、新聞など一生懸命読んでるとですね、野党対策のために、野党の議員になんか新しい背広を買うために50万渡したとか、海外に行くときに選別渡したとか、そんなものを使ってるんです。本来はあのお金は国家の安全保障のために、情報を集めるために、自分たちが判断するための情報をなるべく取るためにあるんです。だから、憲法を改正できないけれども、憲法を改正しなくても、まず諜報情報機関をしっかりしたものにするということ、これが第2の私の案です。
これを早急にやるべきだと思います。そうしないとですね、いくら判断しろと言っても判断する材料がないんです。その2つをですね、日本は早急にやれば相手の国々もですね、もう少し日本を普通の国として考えて真剣に相手にするようになるんじゃないかなと思うんです。今本当にですね、中国などにはバカにされていますよ。そして他の国々はですね、その都度日本がどう出るかということを見ています。そして残念ながらその日本という国の顔が見えないからですね、例えば国連の安全保障理事国の常任理事国になりたいと言っても、あれだけお金もらった国々でさえもですね、一票投じないんですよ。それはなぜ投じないかというと、自分たちの代表として、アジアの代表として日本が国連に行って何か発言してくれると思わないからですよ。日本が何を考えているか分からないからですよ。だから私は一日も早くですね、そういう意味で国家的なビジョンのもとで、そしてきちんとしたその国家としての判断するためのきちんとした材料を集められるような、そういう機関を作るということが問題解決だと思います。それと最後にすいません、僕はですね、日本の官僚を評価しています。特に1972年核福戦争以後ですね、今日まで何とか国がやってこられたのは官僚たちのおかげだと思っています。官僚が悪いのではなくて、国会議員がそれを使いこなせないんですよ。政治家が、その大工さんが自分の腕が悪いのに道具のせいにするのと同じですよ。官僚は一生懸命やってます。僕はね、いろんな官僚を見ててですね、本当に汗水かいてですね、国のためにやってるんです。だけどその人たちがやるためには、後ろ盾としてバックアップしてくれる政治家、叱ってくれる政治家、育ててくれる政治家、そういう人たちがいないのが問題だと思うんです。だから僕はですね、もっともっと本当官僚を大切にし、そして優秀な人たち、エリートをもっとですね、育てた方がいいと思います。まあそういうことです。この前あった自分の大工なんですよ。でこちらで大工さんで少ないんですよ。で自分今その言葉聞いて、自分はやっぱ国のことに関心をもっともっと持って、でそしてまた自分が今何ができるかを考えて、これからも頑張っていこうと思いました。ありがとうございます。はい、私の方からも沖縄出身ですけど、沖縄に住んでいる方に対するアドバイス一つ、発言させていただきたいと思います。まず沖縄にいますと情報がとにかく足りない、足りない原因は琉球新報、沖縄タイムズにあるんですけれども、まず沖縄に住んでいて、まず真っ先にやらないといけないのが、この琉球新報と沖縄タイムズの、洗脳から脱却をすると、これが一番大きなハードルなんですね。で脱却して、じゃあ明日から何をやったらいいかっていうのはものすごく簡単に分かります。何が分かるかっていうと、琉球新報が言うことの逆をやれば正しい。そうなんです。分かりやすいです。琉球新報どういう新聞かというと、同盟国を敵国扱いをして、侵略軍、尖閣諸島を取ろうとしている侵略国を同盟扱いしているんです。敵と味方がひっくり返ってます。これは戦時中の降伏ビルみたいなものです。あなたたちは日本軍に支配され利用されているだけですよ。私たちはあなたたちに危害を与えませんから、あなたたちを解放に行きましたと、米軍がビラを落としたのと同じようなことを中国とアメリカがひっくり返って、毎日毎日降伏ビラの洗脳を私たちは受けているんです。これから脱却をして、どう脱却しているか分からなかったら、琉球新報がこれはけしからんと言ったら、これをやることは正しい。そうするべきだと言ったら、これは間違いない。彼らの価値基準は中国にあるんです。中国、北朝鮮の価値観で沖縄県民に価値観を押し付けてますので、一面を見たら毎日、あ、オスプレイを配備しているのは中国が嫌がってるんだなと、で日米同盟はいらないと言ってたら、今ほど日米同盟は大事な時はないんだなと思えば、簡単に戦争脱却できますので、それを皆様に広めていただくのが沖縄県民がやることです。東京の一人一人が目覚めるよりも、沖縄の人が、東京の人10人が目覚めることよりも、沖縄の人が一人目覚めた方が国は救えます。だから沖縄県民ほどこの戦争から脱却をすることは一番中国が嫌がっておりますので、それをやることが正しいです。これをやってまいりましょう。以上です。ありがとうございました。最後に閉会の言葉を日本再生青年会会議副
議長で IIC 参与の増永より申し上げます。皆さんこんにちは。今のご紹介いただきました増永と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、各方面の方々ご協力いただきまして、また各方面からご参加をいただきました。そしてまた、エマギャルプ先生、中村悟先生にもお越しいただきまして、非常に詳しくですね、沖縄のみならず、この日本全体が抱える諸問題について非常に分かりやすくお話をしていただいたというふうに思います。締めくくりといたしましてですね、端的に少しだけお話をさせていただきたいというふうに思います。私たちの、今戦後67年ということでありますけれども、先の大戦では白人を中心とした列強との戦いであったというふうに思います。アメリカは日本に ABCD 包囲網を作ってですね、そして、資源を入れないようにする、そして鉄とかそういう大事な資源を日本に入れないようにするということをやってきたわけです。おそらく2年後には、その2年後にはですね、この日本という国は干からびてしまう。このままでは無条件でそういった列強に降伏せざるを得ないということで戦っていたわけであります。それは何も日本だけのことではありません。いわゆるその列強の支配、植民地化されている国々の解放でもあったわけであります。ところがですね、日本というのはアメリカが思っている以上に強かったわけであります。日本は資源があることに資源を受けていることによって強かったのではなくて、日本人の精神そのものが非常に強かったということをそこで初めてアメリカは気づくわけであります。そしてアメリカは何とかこの強い日本人の精神を打ち砕くためのボロボロにしてやるためのですね、策というものをこの日本にたくさん残していたわけであります。そしてこの戦後67年の間には、その日本を弱体化する策というものがずっと生きていてですね、だん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 日本の弱体化というところが進んでいるのではないかなというふうに思います。そして今日においては、近隣諸国、特に、ロシアも問題はありますけれども、近隣諸国ですね、北朝鮮、韓国、中国という、いわゆる嘘を正当化するですね、そういった虚構の国々と、対峙しなければいけない、そういう時代なのではないかなというふうに思います。1949年に中華人民共和国という国が建国したときに、実はこの中華人民共和国というのは2つの誓いをしたというふうに聞いています。一つは、中華人民共和国という国がどこの国にも建国以後は脅かされることがないような国にしていこうということです。そしてもう一つは、中国はこれからも膨張していくということです。彼らはこのように言います。国境線は決まってないということわけです。国境線を決めるのは経済力と人口が決めるんであって、これからも中国は膨張し続けるということを彼らはそこで言ったわけなんです。そして彼らが言った通りに彼らは実行していっているわけであります。ですけれども、その中にはもちろんこの日本も、含まれているわけでありますけれども、全然そのことについて日本人は無頓着すぎるということが、これは非常に大きな問題なんではないかなというふうに思います。中国はそういった領土、水源地になっている場所もそうです。日本の安全保障上大事なその自衛隊の基地がある周辺の土地も、自分たちの気づかないところで中国の資本は買い漁っています。それと同時にもう一つ気をつかなければいけないのは、先ほどペマ先生いろいろお話ししていただきました。一番危険なのは中国人が大量に流入してくるということです。そのことについても実は私たちはマスコミは報道しませんので気づいてないんです。在日外国人数統計調査報告というのがあるんですね。で、その報告によるとですね、圧倒的に日本にいる外国人の数が多いのは中国人です。おそらく100万人は越したんではないかなということを言われているんです。これは非常に現実味のある話です。これは2011年の話ですけれども、ですので、
今年は2012年ということで、おそらく100万人は軽く突破しているわけです。そういうことでいうと、日本人の100人に1人は中国人ということです。東京で言いますと60人に1人が中国人なんです。例えば池袋なんかに行くとですね、彼らはこれはもちろん無許可ですよね。街の、街中で堂々とですね、道路のところで、ナタを使って豚をさばいてるんですよ。ところがそういったものを見ても警察は注意もしないし指導もしない、罰せられることないです。で、彼らは好き放題にそこら辺にある電信柱からですね、どうやら電気も取ってるようだと。ところがそういったこともですね、全然取り締まろうともしない。もう圧倒的にそういった数が多すぎるので、いわゆる行政も対処しきれないような状態になっているわけです。ゴミは好き放題適当なところを捨てますし、いわゆる無法化地帯のような状況になってきているわけです。で、それがですね、これからもっともっと日本中に広がっていく可能性あります。それは何も遠い池袋だけの話じゃなくて、間違いなくこの沖縄においてもですね、僕が住んでる大阪においてもこれは気をつけなければいけない話です。だからそういったことがマスコミは全く報道しません。なぜならばマスコミはそういった中国とか韓国の要するに勢力に侵されている節があるというよりか、間違いなく動かされています。だから今回のオスプレイの配備についてもですね、これは危険性については報道はするんですけれども、なぜ配備しようとしているのかについては全く報道しなかったじゃないですか。で、これは一言で賛成するとか賛成しないとかそういうことじゃなくて、なぜ必要なのかということをですね、私たちは得る情報がありませんから、今日は少しですね、お話をさせていただきたいのはですね、このオスプレイについてもお話を実はしたいと思ってですね、これは防衛省の関係者が言ってることですから、これはもう信憑性の高い話です。このオスプレイの配備というのは、尖閣諸島沖縄の防衛のことだけではありません。これは実は、レオン・パレッタ米国防長官という人物がいますけれども、彼が9月ぐらいにですね、日本に、実はある土産を持ってきました。それはオスプレイというたった2機の、戦闘機によってですね、竹島を奪還するというものでした。実はアメリカは、無人偵察機と無人爆撃機というものを開発しています。プレデターという名前のものがあります。で、そういったものであらかじめ攻撃を図った上に、そしてたった2機のオスプレイが竹島を奪還すると、そういったことまで実はアメリカは考えているんですよということを日本側に提案したわけであります。まさしく映画さながらのですね、ロボット戦を見ているような、ロボットの、使ってのいわゆるその敵との戦いのような、さながらそういった印象を受けますけれども、そういったものを実は提案をしてきたわけであります。今韓国と日本とアメリカはこの3国が同盟をあたかも組んでいるような印象を受けますけれども、実は最近アメリカは韓国の動向について非常に注視しています。なぜかと言いますと、実は韓国はですね、日本という国は IAEA 国際原子力機関の、査察を丁寧に受けてますから、その、核燃料濃縮ですね、ウラン濃縮、そして、核サイクルで生じてくるそのプルトニウムの、再処理ですね、そういったことまで全て、もちろんその、管理することまで全て許されている唯一の国です。日本は原子爆弾さえ持てませんけれども、そういった核査察を丁寧に受けていることによって、唯一許されている世界の中でたった一つの国なんです。で、韓国は最近アメリカに対してですね、日本と同じように察してくれということを主に訴えたわけです。イ・ミョンバク政権がですね、それに対してもしそうなってくると、彼らが狙っているのは核武装ということです。北朝鮮と同じように自分たちも武装したいんだということなんです。アメリカは突っ張りましたけれども、間違いなく彼らは水面下でそのような動きは止めないであろうということが分かっているわけなんです。で、日本とアメリカがですね、しっかり同盟関係を組んでそういった問題を対処していくためには、竹島の問題が非常に厄介な話になってくるので、これは何としてアメリカとしてでもですね、早く解決をしたいということなんです。で、そういった問題を解決した上で、非常に、この近隣諸国の、日本との間って非常にいろんな問題をはらんでますので、なんとかそういったものを解決していくということです。
そういったことはマスコミは全く、報道しないわけでありますけれども、その情報はですね、さっさと韓国の四幕政権には伝わっているわけであります。なぜかというと、現民主党政権はいわゆる朝鮮系の、北人の政治家が非常に多いです。民主党の中に53人いるというふうに言われています。さっさとそういった情報はですね、大事な情報まで全部流れているわけであります。非常にその危機意識といいますかね、その、まあ、安全保障面においてもその危機管理体制というものがですね、しっかり非常に弱いような感じがしますね。でちょっと時間がないんでも端的に言いますけれども、先ほど、ペマ先生が非常に皇室のことについてお話をされましたので、最後に少しだけ皇室のことについてお話をしたいというふうに思いますけれども、やはり私たちはどこに住んでいるか日本人じゃないですか。そうですよね。僕は大阪に住んでます。この中には沖縄に住んでおられる方もおられます。私たちは間違いなく同じ日本人なんです。だから日本のことについて真剣に考え、そしてもちろんどこに住んでいようがですね、日本人である限りは日本人のやっぱり国益、もちろん私たちは世界平和ということも意識はしてますけれども、やはり日本人なんですから、日本のためにどのような、国を作っていくのかということから真剣に考えなければいけないというふうに思います。その上で大事なことは、やはり国の中心には皇室があるということです。実は中国共産党というのはですね、日本人以上に実は意識したものがあります。それは何かというと、日本人はいざ国難という時代にはですね、皇室を中心に立ち上がる国民性があるということをですね、日本人以上に中国共産党は恐れているわけなんです。だから私たちが一枚岩になるためには、国の中心には絶対に天皇陛下がおられないといけないんです。国の中心に天皇陛下がおられなかったらですね、この国は日本じゃないんです、その時点で。だからイ・ミョンバク大統領がですね、つい最近、まあ、イ・ミョンバク政権がですね、これは日本にお願いをして天皇陛下になんとか来てくださいという話だったのにですね、彼は政治利用をしてですね、謝罪をしなければ来る必要ないんだみたいなことを言いましたよね。その時に日本人は怒ったわけです。自分もそうです。例えて言うならばですね、僕の悪口を言うのは構わないけれども、僕の親の悪口を言うことは許さない。まさしく それと同じでですね、国民の悪口を言うことは甘んじて聞くけれども、天皇陛下の悪口を言うことは絶対に許さない。そういった気持ちがですね、日本人になるのならば少しは偉いだと思います。私たちはやはり国の中心、国体をなんとか守っていくためにですね、しっかりと一枚岩になって、そういった嘘で塗り固めたような、またそれを正当化するような国に対してしっかり向き合っていく。そしていい加減な報道をしている報道にごまかされない、騙されないように、しっかりと私たちは毅然たる態度で臨んでいけるように、どういった情報が正しいのか、この情報はおかしいのか正しいのかということがしっかり理解できるような、そういった意識をですね、常日頃から持っておくということは、これは非常に大事なことであるというふうに思います。本当はですね、もっともっと大勢の方に今日はお集まりをいただきたかったんですけれども、まずはここにおられる皆さんと共にですね、そういった意識を持つ人を一人でもこれから生み出してまいりたいというふうに思いますので、またこういったものを、機会を持たせていただいて、継続してですね、全国でこういった、シンポジウムをさせていただいて、国民の意識というものを変えてまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。